頑張れ私、頑張れ私。まさかの妖怪ウォッチでも釣りかよ。できるかな私。何こっからどうすればいい。あ、あれと一緒か。要はブラックバス釣った時と同じような感じってこと。これ何これ。はっ、ま、回せい。あ、離せてい。こういう感じよね。巻き上げろ巻き上げろ。頑張れ私、頑張れ私。いけるかいけるかいけるか。お、イエーイ、伊勢海老を釣り上げた。やったね。そして何あれ、キラキラしおるよ。めっちゃ、え、超キラキラしおる。なんか難しそう釣るのね。あ、逃げる逃げる逃げる。怖い怖い怖い。はっ、あ、逃げるって逃げるって逃げるって。お、巻き上げろ巻き上げろ。お、釣れた。何、あ、これはレアものかも。アナゴを釣り上げた。なんか星ついてるよ星。イエーイ。これ全部釣っていいんかな。釣り上げよ。こいこいこい。なんかめっちゃ怒りよるけど。そんなの知ったこっちゃないよ。私はお寿司が食べたいの。おお、巻き上げろ巻き上げろ巻き上げろ。順調。マグロを釣り上げた。これ全部違う種類かな。これは、でもこれもマグロっぽい感じするけど。ね。逃げるよ逃げるよ。はっ。もう一回。めっちゃ怒りよる。あー、来い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 。ひたすら巻き上げろ巻き上げろ。よっしゃい。マグロを釣り上げた。よし、これはすべて釣り上げるべきやね。はい。来い。これアナゴやろ、多分。ま、星はないみたいやけど。お、巻き上げろー。よーし、来い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 。おっしゃー、アナゴを釣り上げた。ここにはもう何もいないみたいだ。よし。いい感じやろ。やったー、みんな大量だね。さすが兄ちゃん、やっぱり釣り名人さんずらね。まだまだ。ここからさらに釣って釣って釣りまくるぞ。上手上手。皆さん上手上手。よし。ケイトさん、どっちがたくさん釣り上げるか競争しましょう。まだ釣るの？いいよ。よし、この調子で釣りまくって水槽空っぽにしちゃうぞ。それはいいのか？釣った分はさすがに食べるんだよね。大丈夫なんですかね。なんだか順調すぎて逆に怖いというか。うん、わかるダニ。こうやって調子に乗りまくっていると大体、大体どうした？よろしくないことが。なんかすげえ音してんだけど、なになになに、え、なに、なんか釣れたよ。やっぱり。あ、これやんね、さっき。暴れるフラグが立っとったの。え、なになになに、怖いよ。よっこくん怖いよ。なに、どうした？え、なんか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 、オーバーヒートしたオーバーヒートした。え、エラー出ましたけど。何してんねんお前ら。アイス止めると大変なことになるで。喋るこいつ。まずはとにかくみんなの安全を守ることが一番や。いいやつやないかこいつ。これ以上被害が広がんよ、広がらんよ。わいとお前らであいつを止めるで。お前の方がまともなんかい。ねえ、ほんとそれ。ダニー、 Y シャークと力を合わせてとにかくあいつを止めるダニー。デリート排除します、デリート排除します。よっ、ヨップくんと戦うの？どうしたよ。え、なに、これを察知してあいつはなんか出てこようとしよったってこと？ヨップくんを指定エリアに誘導しろ。どうやって誘導するんこれ。とりあえず狙うよ。腕とかから狙った方がいいんかな。じゃあ待って、もう一回。いや別に変わらん。ブラスター、妖怪ブラスターメダルセット。ほい、あ、できん。はい、不思議。
さあ来い、はい来い、はい来い。あーダメや、普通や。おっしゃ、行くよ。痛いって言う、それはしょうがないよ。だってヨップくんほっとったらね、大変なことになりそうやし。ワイシャークいいやつやね。みんな必殺技まだ使えんの？お、よし、必殺技来い。はい、火炎放射。ちょっと待って、ジバニャン、ジバニャン危険。白黒つけるぜい、つけるぜいはいいんやけど、ちょっと移動して。はあ、燃えた。極楽の術ありがとうね、カンフーマッハで技 OK。 ねえ、どうやってこの場所に移動させるん？何？じゃあ適当に。あ、その場所いいよいいよ、技当たるよ。え、適当に爆弾ルーレットとかやめて。あそこ、いやそこなら、待って待って待って、どこに止まるん、どこに止まるん。あそこ、ちょ移動。大江戸にジャパンだい。当たった、体力減ってないよ。はい、それじゃあ来い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 よ。よし、全弾発射、ちょっとやめてや。全部やん、やばくね。百列肉球、あ、ちょっと待って、あの前列に移動したら大丈夫や。ちょ、みんな移動、頑張って頑張って、素早く移動。おっしゃ、間に合った。全弾発射しちゃいます。怖っ、ヒョップくん怖っ。いいねもらった、やった。指示をお願いします。何指示をお願いします？え、なになになに、これで狙うってこと？あれで狙えばよかったんかな、指示をお願いしますって。私とっさに十字キーを押してしまったんやけどさ、何もなかった何もならんかった。あ、狙う。じゃあこれで後ろへ。おう、了解です。あと1個後ろに行ってもらったらいいわけやね。狙う。よし、これで、お、ブラスターいける。なるほど、あれで指示が出せるんやね。妖怪ブラスターメダルセット。はい、プリッチー来い、はい来い、はい来い。おう、やったね、アタックモード。はい、はいって一体何が変わるん、なんかよくわからんけど、打ちやすくなるとかなんかな。来い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 、めっちゃ打てる。動きが遅くなるとかなんかな。ああ、弾が打てない、フィニッシュ。さあ後ろに下がれよ、ヨップくん。よし、来た来た来た。ちょ、はい、お、入ったよ入ったよ。あ、そこに入れたらワイシャークがなんかやってくれるんや。はあ、ヨップくん食われた。おお、お、もしやそれでやっつけれてはない。チャンスチャンス、いけチャンス、叩け叩け。なるほどね、それでなんかちょっとショートした状態になるわけや。あ、チャンスタイム終わったけど、チャージ完了。白黒つけるぜい。ダメやん場所がまあでも追撃の効果があるけまだいいけど。はい、右に動いて、で狙う、ポチッと Y ビーム。みんな頑張れ。あ、お払いしとこう、お払い、こすれこすれー。カンフーマッハが今ちょっと味方を攻撃中やけんね。はい、オッケー、お払い完了。お、なになになに、お、やった、もらうね、ありがとう、人面剣。お、これは後ろへ行け。そして待って、ミサイル発射とか言い出したけど、ちょ、みんな避けて避けて。はい、みんな避けてね、真ん中に揃って。おっしゃ、これいいねやろ、いいね、やったね。
え、ヨッポくん後ろ行った？行ってなくね？行ってないよね。あ、来た来た来た、ちょっと待って、来たって、後ろ行って後ろ、はい了解です、オッケー、これでもうとどめやろ、行けワイシャーク。うわ、何回見ても恐ろしいシーンなんだけど。お、これはチャンスということやね。おっしゃ、来い来い、これでとどめを刺してやる私が。へえ、必殺技を使わせろよ、せっかく揃ったのに。チャージ完了した意味。勝利、イエイ。もうみんなレベルめっちゃ上がったね。にしてもワイシャークなんか意外な展開やったね。びっくりした。ヨップくん元に戻った？え、なに、大丈夫？ショートした。損傷率 97%、 シャットダウン開始、おやすみなさい。寝た、強制終了やね。お前ら結構やるやないか、気に入ったね、ありがとう。どうも。お前らならいつだって大歓迎や、また一緒に派手に遊ぼうやないか。ほな、お疲れさん、また会いに来てや。いいやつだな。消えた。まあ、これで何、無事解決。見かけによらずとってもいい方でしたね。ね、あ、魚いっぱい取れとる、あの両脇のバケツ。危険なやつだと怪しんだりして悪いことをしたかに。そいつ危ないでって教えるためにアタックしよったんかな、ガラスに。いや君たち、よくあれを倒せたね。よくあれをって、シャッチーバーグ、今までにも暴走したことがあるってことかな、ヨップくんは。ふう、お寿司美味しかった。いや天ぷらも最高でしたよ。それは良かった、自分で釣った食材は格別だったみたいだね。いいなあ。さあ、これで妖怪ウォッチ工場計画はおしまいなわけだけど、最後にとっておきのサプライズゲストをみんなに紹介させてくれ。誰誰？おう、ジョージさん、どうしてここに？友達との長年の約束を果たすためさ。革新的な妖怪ウォッチを作る、それが僕とスティーブとの約束でね。今回の妖怪ウォッチ工場見学もその本当の目的は、僕の妖怪ウォッチ U シリーズとスティーブの妖怪ウォッチドリーム、どっちが革新的な妖怪ウォッチなのか、それを決めるためのテストだったんだ。ミス？なんですって？固まった。で、勝負の結果は残念ながら僕の負けってわけ、粉々になったけど。スティーブ、やっぱり君は天才だ。ドリームリンク機能とは恐れ入ったよ。そんなことはないさ、マーク。妖怪ウォッチドリームと完成できたのは、マーク・シャッチーバーグという最高のライバルがいてくれたおかげさ。君がいてくれたからそれに負けまいと私は頑張ることができた。スティーブ、君が友達でよかったよ。お、戻った。お、天才同士の熱い握手、まさに歴史的な瞬間でウィス。スティーブ、やっぱり君はこの会社の社長に戻るべきだよ。悪いが遠慮させてもらうよ、まだ私にはやるべきことがあるのでね。かっこいいな。よかったね、ジョージさん。ありがとう、ケイタ。君のおかげでいい勝負ができた。これはその感謝の印だ。ぜひ受け取ってほしい。妖怪クリーナーを手に入れた。何それ、妖怪ウォッチを磨くためのものとかそういうこと？これは。お、それはズバリ、新しい妖怪ドリームリンクアイテムですね。きっとこうした方が彼も喜ぶだろうと思ってね。彼？誰のことにゃん？ヨップくんさ、その妖怪クリーナーは彼のパーツを集めて再発明したものなんだ。え、何？ヨップくん、え、お亡くなりになったの？バラバラにされたの？そいつはさっき倒したばかりだによ。そんなの大した問題じゃないさ、この妖怪ウォッチ工場の設備を使えばね。え、じゃあ二度とあのヨップくんは現れないわけだ。妖怪ウォッチ工場すごすぎにゃん。でもあいつのパーツだと暴走しないかちょっと心配だにね。
安心してくれ、その点はしっかり改善してある。いいな、妖怪ドリークリン、ドリームリンクアイテム、私も使ってみたいな。あゆな、手を出してごらん。ん？くれる？あゆなは妖怪ウォッチドリームを手に入れた。おお。あゆなが妖怪ウォッチドリームの機能を使えるようになった。これって妖怪ウォッチドリーム？せめてものお詫びの印さ。今回は僕たちの勝負にみんなを巻き込んじゃったからね。最初から決めていたんだ。今回の勝負に勝った方の妖怪ウォッチを特別に今回の参加者たちにプレゼントするとね。それって超限定モデルってことじゃないですか？うっひょー、テンション高まる。いいねいいね。さあ次のお話は？わー、ついに来ちゃいましたよ、 USA。 マジで USA？ こいつ大丈夫か？あゆな USA 行ったの？大丈夫だよ、多分。それよりマック、向こうにあるあのお屋敷、本当に俺たちだけで忍び込むの？みんなで USA の冒険か。ああ、でも気をつけろ、あそこは相当ヤバい場所だからな。うっひょー、そうと聞いたらなんだか余計燃えてきたであります。おい、こいつ本当に大丈夫なんだろうな。賑やかさが半端ないんだけど。次回第7章、不思議な館の大脱出、絶対に見逃すなよ。大脱出、閉じ込められるの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。